乱両王は、三島幸男の最後の短編小説。三島が1969年8月20日に、陸上自衛隊富士学校で行った盾の会の、戦闘訓練の際の一奏和を描いた作品で、三島としては、珍しい思小説的な心境小説である。演習を終えた夏の夜、簡素な弊社で一人の学生が奏でる横笛、乱両王に耳を傾ける。 私の考えが、おごそかに指的に綴られている。都会と分断の県民竿の生活とは、裏腹な、中世の遁世者たちのような心静かな、三島の自衛隊映写での簡素な、暮らしぶりが伺える作品となっている。1969年、文芸雑誌、群像11月号に掲載された。原稿末尾には、と脱稿日が記入されている。単行本は、 三島の死後である、翌々年の1971年3月5日に、登壇者より、自筆原稿完全復元の限定版で刊行され、同年5月6日に、刊行の評論集、乱良王、三島幸雄1967.1から1970.11にも収録された。その後、1988年、雑誌、群像5月号に再掲載された。 文庫版は1980年2月25日に新潮文庫より観光の鍵のかかる部屋に収録されている。翻訳版は中国で行われている。8月20日、真夏の富士の裾野で縦の会の新人会員の卒業試験である招待戦闘訓練が行われた。午前中の行軍の時、林間の小橋の近くの青葉の枝に蛇がいるのを 学生の一人が、私に指して教えた。この行軍と午前中の攻撃の小隊長は、S という京都のある大学生で、彼は、現代の若者には珍しく、横笛を習っていた。演習後の夕食をうまく、入浴も爽快に終えた。私は、静かで余計な装飾のない簡素な部屋に落ち着き、幸福を感じる。そこへ、S が横笛を聞かせに、私の部屋に来た。 横笛の聴衆は、私を含めて5人だった。S は、名曲、蘭良王を吹き始めた。これは、蘭良王長行きが、自分の優しい顔を隠すために、怪奇な面をつけて出陣したという故事に基づいた、武学の曲だった。私は、蘭良王が、自分の優しい顔を恥じていたのでなく、密かに誇っていたのではないか、と思った。そして、戦いが、 乱両王に、名茂な仮面をつけることを強いたが、彼はそれを悲しむどころか、密かに喜びとしていたかもしれないとも思った。その理由は、敵の衣服は、仮面と武勇にあり、乱両王の本当の優美な素顔は、傷一つ負わずに永遠に守られたからである。様々な考えを持って、私は、笛の音に聞き入り、笛が終わった時に皆もしばらく黙って深い感銘を受けていた。 横笛の音は、七力の音の周りを、蛇のようにくねって天面するので、流敵と呼ばれるという話に、私は、今朝見た蛇を思い出す。また何時間も横笛を吹いて吐く息ばかりになると、その間に幽霊を見る奏者もあり、幽霊を見れば、一人前の横笛奏者だと S は話し、自分はまだ見たことがないと言った。そしてしばらくして S は、突然、私に、 もしあなたの考える敵と自分の考える敵とが違っていると分かったら、その時は戦わないと告げた。蘭両王は発表当時、あまり反響のなかった作品であるが、生命の極点に姿を現すしという、三島の美学の原型を指摘する、佐伯正一の表や、作中の敵という言葉の生々しさの問題に触れつつ、小説と、 現実を反転させて見せる三等の文体について言及している安岡翔太郎の表がある。高橋秀夫は安岡の表に対し敵という言葉が重要ではなく最後の一行の中の拒否または否定形が着目点でそれが三島幸夫の演劇性といかなる関係を有するかつまり拒まれてあることという三島文学特有の位相が ポイントだとしている。そして、高橋は、三島がそこから、自分に対して向けられた拒否を逆に拒否し返す、ことによって、それを、ドラマの中に持ち込むことと、拒まれてあることを受け入れて、ドラマを放棄すること、という二つの道を選んだとし、それがこの作品の方法であって、音楽もそこに誕生すると考察している。島内刑事は、 以下の作中の文章を引きながら、三島の自衛隊での暮らしぶりは、中世の遁世者たちや場所が求めた、草案での心静かな生活そのものであり、分断で忙しく活躍する三党にとって、体験入隊は一種の出家だったとし、体験入隊が終わると、再び都会と分断の権威竿の中へ戻ってくるのを、原則に例えながら、そうした疑似的な出家と、 原続を繰り返しているうち、三島が少しずつ現実生活を出家生活へ近づけようとし始めたと解説している。部屋に落ち着くと、私はここへ来て初めて聞く虫の音が障害の闇に起こるのを落ち着いた。何一つ装飾のないこの部屋が私の気に入っていた。一つの机、一つの鉄のベッド、壁にかけられているのは甘いと迷彩服と、 鉄棒と水筒と余計なものは何一つなかった。開け放たれた窓の向かうには、永定の闇の彼方に、富士の裾野が、広が、捨ているのが感じられる。存在は密度を持って、息を潜めて、真っ黒に、この弊社の明かりを取り囲んでいる。永年欲していた、荒々しくて、簡素な生活は、今私のものである。私は、 爪の脇の小さなささくれに、ド土チンキを塗りつた。他に塗るべき傷はなく、痛みも、なかつた。肉体は、重機のように細心に管理されていた。要するに私は幸福だつた。三島幸雄、乱領王そして島内は、正式な出家をしたわけではないが、仏教に心を深く染めている男を、うばと呼ぶと説明しつつ、三島が、自衛隊での、 草案暮らしに憧れる、あまりに、うば息としての生活を自身に課し、それが盾の会での活動となったとして、自衛隊にせよ、盾の会にせよ、集団の規律を重んじるだけの団体ではなかった。三島にとっては、理性の草案を求める、精神活動の一環だったのであると、論考している。小田実は、三島が優れた文学者で、 絢乱たる才能の持ち主であったことを述回し、例えば、自決前年の、乱了王、ああいう作品はなかなか書けるものではないと述べている。また、文においても、今や、昭和っての、文。私は、三島の文、文、部に書けた順序を懐かしく思うと解雇し、当時思想的敵対関係にありながらも、三島への敬意を示している。田中美世子は、三島である。 私が仮面をつけた蘭両王の出陣に二種の女場の絶対的な姿を見出し、それをキリキリと引き絞られた弓のような澄んだ絶対的女場という場面に絶対の青春の頂点に上り詰め、やがて来る死の予感に息を潜めている充実した生命の一瞬がここに凝縮していると表している。磯田孝一は作中の息も絶え,絶えの品種の女女と 溢れる生命の本一する叙情と相反する二つのものにの箇所に着目して二種の叙情の絶対的な姿として現れた仮面に三島文学の密かな主題をも暗示されていると考察している。青海県は荒野よりや独楽と同じく三島の心情が素直に吐露されている乱両王に着目し荒野よりで 荒野から来た、あいつの問い、独楽の少年の問いである、死の世界への誘いが、乱陵王では、言葉ではなく笛の音という、純粋な音楽として、私に与えられ、絶対へと、肉白しようとするとし、青年 S が横笛を習うきっかけとして、の、清常のような、最後を遂げたいといったことは、妻を思う清常に重ねた S の、女への、連母の情であり、 それは、三島の文学への思いの暗誘だと考察しつつ、作者、三島由紀夫は、文学という、女に思いを残しつつ、言葉ではない表現つまり、行動という形を贈与することによって、その、最後を遂げようとしていると、論考している。そして青海は、蘭陵王が書かれた辞典が、まだ自衛隊治安出動の希望を三島が持っていた1969年の、 新宿でも以前であり、まだ、三島事件の自死が定まっていない時期であるものの、作品世界では、無意識的な死への予感が明瞭に開示され、三島が、心境小説として、事故を語っているのに成功しているとし、乱両王の仮面の下のシラフの、優しい顔立ちの世界は、恐るべき、荒野と同じ地点でもあり、同時にそこは、人間存在が回帰していくべき、 優しい故郷であり、すべての存在の究極のある極み、絶対であると解説しながら、常に二つのものの分裂につきまとわれていた三島は、それを統合する、絶対の地点を現出したとしている。独楽における作者と語り手の春別、つまり純粋な、住んだ世界に住む少年と、文学という虚構にかけるしかない、私との距離、また、荒野よりの、私が生活する。 賑やかな都会と青年の故郷である、それを取り囲む孤独な荒野との隔たり。乱了王では、それは冒頭の私どもという言い回しによって、縦の階の青年たちと私との連携が夢見られるのだが、しかし青年 S の服、横笛の音は、言葉ではない行動の世界と、言葉によって組み立てられている文学の世界との別を、私に知らせるに過ぎない。 この横笛の音に扇動されつつ、私は言葉の世界を乗り越えた死へと一歩一歩近づいていくのである。死はこれら二つのものを一つの絶対へと繋ぐ佳境である。逆の見方をするなら死を目前にすることで初めて文学者三島はその晩年において二つのものの統合としての絶対を現出させることに成功した。そこは仮面そのものが 告白と化す、あの不思議な二元論統合の一元的な世界である。青みっけん、異界からの呼び声、三島幸男晩年の心境小説また青海は、ニーチェの、サラトゥストラに見られるように、蛇は、英語回帰のメタファーであり、言葉も、中津田、ディオニュソスの笛が奏でる、乱両王の音楽に、性の本質、永遠なる、存在の無垢が開示され、乱両王の、 優しい顔こそが、ディオニュソスの正体だとして、その、存在のムクエミシマが、英語回帰を遂げようとしていたこと、文学の終わりが、天神五水の自意識のイロニーの主題の率直な、純化された形で、乱陵王で示されていたことを指摘している。ディオニュソスの笛はその極限において、言葉とのズレを、斧が身に浴びねばならない、というイロニーをはらんでいる。 晩年の三頭がその色に,によって、言葉や文学という仮面を脱ぎ捨て、行動という最後の手段に訴えたのは、言語表現と対極にあるところのものを夢見たからで、ある。我々は言葉を用して、言うに言われぬものを表現しようなどいう望みを聞こすが、言葉も、なかったその場のディオニュソスを、あえて言葉でなぞろうとすることほど虚しいものはない。それは、 自意識のうろぼろす的き循環であり、天神護水のテーマである。乱両王の得意性は、もはやそれを言葉でなぞろうとせず、言葉も、なかったと、素直に言語の敗北を提言してはばからない点にある。存在の無垢の境地は、三島にとって、書かれた、物語からの逸脱の地平においてしか語り得ないのだ。それは書かれた、物語ではなく、生きられた、 物語を欲している。青み県、三島幸夫とニーチェ、悲劇的文化とイロニー。ありがとうございます。